ところでみんなはさ、バンジージャンプとか割と大丈夫なの？おお大丈夫だ、アカリ君。何か考えがあるんだ。無理、絶対無理。多少イケメンでも無理。さてと、足が異様に発達してんな。ゴキブリもよ、走り込みとかスクワットとかしてるとそうなんのか？それとも担当とかやってたりして？違うな、その足は全く違う。バッタか、お前。その知性も力も全く脅威だぜ。それでもだ、それでもお前らは戦い始めて日が浅い。よう、どうした？ここまで近づかれると蹴りが出ないか？最初の一年は肩と股割りだ。出直してこい。立つな。この機体は止めさせねえ。せっかく長さを調節しておいたんだからよ。ミッシェルさんならよ、呼吸の限界2分かその前に必ず敵を仕留めているはずだからな。なるほどね、大したやつだぜ。そして止める。なっつったろ。完成の法則だよな、これ多分。理科は覚えなきゃいけねえこといっぱいあるよな、国語と違って。